こんにちは、イタイラ675度、江川拓です。こんにちは、イタイラ675度、江川拓ということで、噴水がやっております。噴水です。噴水に行きたいと思います。噴水があります。階段です。階段を降ります。階段を降りて、噴水です。噴水があります。噴水に行きたいと思います。噴水でございます。噴水です。噴水でー噴水でー世田谷公園、世田谷公園の噴水です。イタイラ675度、江川拓司ですので、噴水です。噴水でーす。噴水で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 す。喜びの泉。噴水です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 。水は綺麗ですね、水は。これが2017年の水です。そして、これが2017年の枯葉です。そして誰かが、あれですね、おにぎりのゴミをここに捨てたってことですね。ここにもゴミがあった。いわゆる、水は。噴水です。噴水です。噴水で、噴水でこんなところに管がある。管です。枯れ葉です。枯れ葉じゃないです。枯れてません。枯れてません。緑の葉です。で、これは何だってことですね。これが、木目です。枯れです。はい。歩いていきたいと思います。お、教えるな。お、カモだ。カモがいらっしゃいます、カモ。美しいアヒルが、美しいアヒルが逃げていきます。美しいアヒルがどんどん逃げていきます。美しい針、あ、美しい針が止まってる。美しいよーってことで、美しいよーって言ってますよ。美しいよーって。美しいアヒルさんが噴水を見つめております。美しいアヒルと噴水。美しいアヒルと噴水です。美しいアヒルと噴水、噴水です。あっさり看板がありますね。きれいなんか目の前に白菜みたいなのがあります。白菜みたいなのがあります。白菜みたいなのが、白菜じゃないですね。白菜じゃないですけど、白菜みたいなのがありますよ。ほら、白菜みたいな、白菜みたいなのがありますよ。見てください、この風景。見てください、この風景。ほら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 、すごい芸術的ですね。芸術的です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 。芸術的。トンネルかって感じで。お子様がはしゃいでございます。これ、障害者の方を助けてる、ボコボコです。障害者の皆様を助けてるボコボコです。歩かせていただきます。ありがとうございますということで、手すりです。手すりです。どなた方をこうやって手すりです。はい、手すりです。手すりです。お、これは何ですかね。お、まるで土砂のような、崖のようなミニ崖ですね。世田谷公園です。世田谷公園、サビ、この中には何があるんだ、この中には何があるんだってことでね。お、ここ上がってみましょうか。てん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 、この先には何があるのか、この先には何があるのか。お、これはすごい、ありますよ、何かがありますよ。これは何だ、これは何だ、あれは何ですかね。あれは何だ、タイムカプセル。おお、クセ50周年、クセ50周年だ。
タイムカプセル。何するのか、無事につけ。タイムカプセル。タイムカプセル。タイムカプセル。あれですね。なんか RPG みたいですね、この風景。RPG みたいですね。てってってって。お、あ、ここですね。素晴らしい。これは素晴らしい。瀬戸の屋ですね。タイムカプセル。お、1982年。これ私が生まれた年ですね。1982年から。2032年。おぉ、2032年。瀬戸の屋。昭和57年。おぉ。10月みたいですね。私11月です。あれですね。私あとその10日後ぐらいですかね。10日後ぐらいに生まれました。素晴らしい。見てください、これ。古代エジプトかって感じですね。何ですかね、あれですね。アラビアではなくて、ユーゴスラビアでもなくて、何ですかね。メソポタミアみたいな。1982、世田谷ワード。マジ聞いてるぜ。ベンチです。ベンチです。そしてそしてそして、じゃ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 ん。これは何でしょう。これは何でしょう。4つのテスト。4つのテスト。1、真実かどうか。2、みんなに公平か。3、好意と友情を深めるか。4、みんなのためになるか。東京世田谷ロータリークラブ。面白いですね、4つのテスト。真実かどうか。私は真実です。みんなに公平か。みんなに公平です。好意と友情を深めるか。好意と友情を深めてます。みんなのためになるかどうか。みんなのためになってますところで。もう全てが揃ってますね。まるで地球ですね。へこんでおります。そしてですね。6、7、8、9、10、11。お、何ですかね。天の天って読めますか、ここ。天って書いてあるんですけど、ちょっとぼやけますね。ぼやけますね、残念ながら。天のって書いてあるんですけど、皆さんに見えますか？見えないですかね。北極。なんとかって、ほら、見えました、天の。天の北極。何ですかね。およそ北極星。およそ北極星の方角。お、北極星の方らしいですね。北極星。お、まるで地球ですね、この緑。私は死なないみたいな感じですね。ここは何ですかね、これは何ですかね、これは何でしょう。地球のへそですかね、ドラゴンクエスト3ですかね。それとも、あれですかね、
DO の人ですかね、何ですかね。あ、人類が最初に、人類が最初に知った科学は天体の動き方であった。人類が最初に知った科学は天体の動き方であった。日時計研究所、小原銀之助さんですね。ここがなってます。ロータリーこっち側から降りよ。もう一回こっちから降りよ。私は石を移しております。踏みしめて大丈夫です。下を見ながら降りてるんで、大丈夫です。お、こんなところに木があります。木と葉っぱです。名付けられた葉です。ホープですね。あ、私名付けられた葉ってね、ホープというんですね。あの童話を作ったことがあります。さて行きましょう。走ります。核兵器をなくし、我々の住む地球上から核兵器をなくし、戦争のない平和な社会を移すことは、それぞれ人々の願いである。しかしなお、今なお世界の各地では武力による戦争が絶えず、こんにちは、イタリア670号で江川武さん、平和都市宣言ということで読みております。はい、こんな感じですね。世田谷区の方が、じゃあ、エタイル670こと江川拓です。ってことで、このように、平和都市宣言。これはですね、私の昔の iPhone で撮っております。こっちの方がよく映りますね。さすがスティーブ・ジョブズの頃の iPhone ですね、ってことで。我々平和都市宣言。皆さんもしてくださいって感じですね。我々の住む地球上から核兵器をなくし、戦争のない平和な社会。昭和50年8月、世田谷区って。ふるさとは愛し平和な世の中って感じですね。世田谷、冥福、
平和の塔、お気になる方はですね、一時停止しながらお読みくださいって、一時停止しながらお読みくださいってことで、はい。それでこの平和都市宣言の下にですね、藻ができております。藻ですね。藻ができております。そして地面です。地面です。人類、人間が当たってます。そしてなぜだか輪ゴムが落ちてます。そしてなぜだかここにライトがあります。夜中はライトがつくんでしょうか。映画の祈り、お、こんなところにこれが落ちてますね。手錠でしょうか。手錠のようなキーホルダーがあります。で、女性の足を、映します。そしてスケオって書いてます。スケオ、スケオって書いてますね。足元が明かりちゃうんだ。これは何ですかね。ここは何ですか。後ろ姿です。さて、次の場所へ行きましょう。イマジンって感じですね。ニューヨークの方は分かるんじゃないですかね。イマジンって感じですね。さて、次に行きましょう。お、SL、 SL です。 SL があります。SL がありますね。リリ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 リじゃあここから映しましょう。さて、 SL です。 SL です。 SL があります。そして木の棒です。木の棒です。木の棒です。ルル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 あれ、シータとパズーみたいですね、これは。テレレレレレテレレレレレテレレ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 レさて、一体世田谷美術館ってどこにあるんでしょうか。見つかりません。世田谷美術館ってどこにあるんでしょうか。これは歩き iPhone ですってことで許してください。お、あれはすごいな。ちょっと映してこようか。おー、すごい。これはそんな歩きスマホだけ的に回さなくてもって感じですけど、書かれてました。ということで見てください。てん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 てるれてるれ、約束しろよハードのランプ、もう一度僕を歩かせてくれ、変だな君は、君自身だよ、自分を信じれないのかいって感じだ。ハトさんを映したいですけど、ちょっとお子様がいらっしゃる。
裏は、うん、なんだろうな、あとは何か、はあ、あんざらしありますね。見てください、これが2017年時代の自販機です。これがアイスクリームです。関係者以外立ち入り、立ち入り、立ち入りなんですかね。何で食べようかな、ちょっと食べたいな。あー、カスタードプリンにしましょうか。ブルーベリーのチーズケーキも捨てがたいな。どっちにしようかな、チョコミントもいいな。カスタードプリンばっかり食べてるかな、ブルーベリーチーズケーキしようかな。ちょっと買ってき食べてきます。ブルーベリーヨーグルトアイスです。そして美しいアヒルです。美しいアヒルです。はい、スマホ歩きがどうのこうのっていう看板があったので気をつけて撮影したいと思います。ちょっとすみませんね、今ブルーベリーチーズ食べてるんで。だな、行きにくいな。一体美術館はどこにあるのかって。こんにちは、エタイラプクナージュこと江川です。今ブルーベリーチーズのアイスクリームを食べ終わりました。この世田谷公園はですね、歩きスマホ禁止、歩きスマホ禁止っていうかですね、歩きスマホはご迷惑ですって書かれてるんで、なんで歩かないで写したいと思います。今立ってます、全く歩いていません。全く歩かずに映します。ここは SL 広場のようです。全く歩いてません。入ってはいけません。今入っちゃいけないようです。入り口です、入り口ですけど今は入ってはいけません。歩きません、歩きません、歩きません、歩いてません。歩いてないで、ここに踏切注意があります。そしてこれは何でしょう。歩きません、向きを変えます。まあ、あれですね、まるで五右衛門ですね、スーパーファミコンの五右衛門みたいな風景ですね。そして屋根です、屋根です。そしてもう少し行くと張り紙があって、もう少し行くと自転車ウバ車置き場です。ウバ車置き場というのは珍しいです。そしてということですね。今アナウンスが入りましたけど、でここ歩かずに見るとここに何かあります。映ってます。
ってください。色塗っただけです。色塗っただけです。緑色の色塗っただけと黒い紐です。ああ、打ち付けられております。イエス・キリストのようですね。イエス・キリストのような十字架です。打ち付けられております。敵を愛しなさい。憎む者に親切にしなさい。互いに愛しなさい。見よ、世の終わりまでいつまでもあなたと共にある。この竹もですね、このように打たれてるわけです。きっと報われると思いますね。いつか、いつまで打たれてるかは分かりませんが、縛られております。この一本一本に打ち付けられてるんでしょうか。これだけでしょうか。お、これは受け打ち付けられておりません。これも打ち付けられておりません。これだけです。これだけが2個打ち付けられております。ちょっと打ち付けられた竹を探してみたいと思います。しばらくお待ちください。これもです。先ほどのはあちらですけど、ここも打ち付けられております。打ち付けられてて、隣も打ち付けられております。打ち付けられている竹です。打ち付けられている竹です。打ち付けられ、縛られている竹です。十字架ではありません。このような、まるでスーパーマリオブラザー3の土管のような感じです。打ち付けられている土管です。縛られている土管です。柵の役目をしております。柵の役目をしておりまして、このような庭です。このような庭です。私は歩きスマホしておりません。止まってスマホをしております。てて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 てこれね、 SL です。線路のところにいると思ったら大間違いです。まあ入れますが、線路の中に入らないでください。入っておりません。ここは道です。道です。階段がある道です。線路は続くよ、どこまでもって感じですね。それともトレイントレイン走っていけって感じですかね。で、横には銃です。横には銃です。お、ここに木があります。木でできております。見てください。そしてこれを見てください。これです。鉄道オタクにはたまらないんじゃないですか。もしかして鉄道オタクには、これです、これです、これです。この引き傷です。包丁ではありません。これは何だ。プレートです。21です。そして石です。石が乗っかってたら危ないということで石です。あら、そして看板の裏です。ではまた移動したいと思います。お子様がチョークで道路を塗ったようです。綺麗な虹です。誰かお子様が道路に塗った、チョークで塗った虹です。綺麗です。これは何でしょう。ホタルの墓じゃないですよね。これは何でしょう。これは何でしょう。この先には一体何が、我々人間は入れない大きさですけど、この先には一体何があるんでしょう。見てください。切り株です。切り株です。そこにも切り株です。切り株です。切り株チェックしに行きます。切り株です。切り株に草が生えています。自然科学の勉強になりますね。これはこれは自然科学の勉強になります。切り株です。切り株です。こっちにも切り株があります。そしてこれは鉄です。鉄です。あそこには、これには何が入ってるんでしょう。
そしてその横には木です。何でしょうと思ったら、ハトさんがやっておりました。ハトさんたちが、見てください、無料動物園です。世田谷公園の無料動物園です。いや、動物園ではありませんが、動物がたくさんいらっしゃいます。あ、動物園って言ったから逃げちゃったかな、捕まえられちゃうと思ったかな、ごめんなさい、大丈夫です。あなたたちは自由です。自由になりたいですよね、自由になってくださいってことで、どっか行っちゃいました。あ、また来ました、フリーバードということで。あそこにも鳥がいらっしゃいます。気づかれますか、あそこにも鳥がいらっしゃいます。お、飛びました。あれですね、野鳥の世界ですね、野鳥の世界です、野鳥の世界です。デンです、見てください、デンと書かれてます。デンです、デンで、高三角ですかね、それとも高三角ですかね、それとも高三角ですかね、三角だらけです、三角だらけ、デンです、デン、デンの 2K60 です。 2K60 というのはどういう意味でしょうかって感じ。 2K60 全デンです、デン。そしてあれは、あの下には何があるんでしょうか、気になりますね、見たことありますか。そして紅葉です、紅葉です、見てください、このこれです、美しいと思いませんか、このこれ美しいですね、美しいですね、美しいです、美しい植物です。そしてこちらも美しいですね。これを写したかった、木を支える木です、添え木です、木を支える木です、添え木です。ランプです、ランプです、ゴールドのランプです、ゴールドに見えるランプです、ゴールドのランプです。これは動画です、静止画じゃありません。この目を見てください、この目を、素晴らしい目です、どんどん伸びていきます、素晴らしい目です、どんどん伸びていきます、目がどんどん伸びていきます、伸びて伸びて幸せになる目です、伸びて伸びてどんどん幸せになる目です。前で葉っぱが、まるで葉っぱが着物のようですね。葉っぱが着物のようです。美しい木とともに芽がいらっしゃいます。美しい木から芽が生えていらっしゃいます。そう、芽の大元は美しい木なんですね。ください、苔です、苔の生えた木です、苔の生えた木です。そして横には太い木です。そして苔の肥えた、苔の生えた木です。そして地面の切り株です、苔です、緑色です、茂ったようです、細い木です、二股です、二股になってます、 Y ですね、これは一本一筋です、一途で、一途に二股です、一途に二股に、一途に二股に、私は一途です。ここはジョギングコースなんで、途中ハーハー呼吸が聞こえるかもしれませんが、それはジョギングコースですので、ご安心くださいということで、見てください、木漏れ日です、緑園です、日光浴ではなくて、こういうのは何だっけ、何でしたっけ、緑園です、日光浴です、何て言うんでしたっけ、植物浴でしたっけ、なんとか浴です。あの穴は一体何でしょうか、あの穴は一体何でしょうか、そしてありがちな、ありがちな風景ですけど、こんな感じです。
葉緑体を見ようって感じ。おおすごい素敵な枝です。おここで焼き芋しちゃダメですよ、火事になっちゃいますからねってことで。枯葉です、枯葉ですけど焼くのはかわいそうですね。緑育てて豊かな町に2です、2です、2人で一緒にってこと。緑育てて豊かな町に2人で育てようってことかもしれません、ね、お、これは何ですかね、古墳かもしれません、古墳かもしれません、2人の古墳かもしれません。そしてジョギングウォーキング時計、反時計回りでお願いします。反時計回り、反時計回り、遡れってことですかね。お今サッカーボールをバスケットボールみたいにされているお子様がいらっしゃいますが、古墳です。このように古墳があっても時代は動くわけです。古墳です、多分古墳です、私にとっては古墳です。看板を支える鉄柱です。あれですね、同じようなネタですけど、これが人工物愛というものです。破壊主義者のあるステージの段階です。人工物愛です。そして文字を愛しましょうってことで、そして植物です。そして、穴です。ここには一体何が、穴には何かあるということで、何ですかねあれは、何でしょう。じゃじゃん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 、そしてじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、穴の開いた切り株です。なぜか穴が開いております。一体なぜ、ミステリアース、ミステリーゾーンですね。あなたにはこの謎が解けるか。クリスマスツリーのようなツリーです、クリスマスツリーのようなツリーです。そしてその横にヤシの木のような植物です。これはパイナップルですか。パイナップルに見えますね。ただパイナップルじゃありません。あなたにはこの植物が分かりますか。植物学者なら分かるかもしれません。これで知識の差で、何に見えるかが変わるということで、まあ、私も植物学には詳しくないので分かりませんが、いい植物です、いい植物です、いい植物ですね。枯れております。ただし、そのままにしておきます。このままこの先も生きてくださいってことで。そしてクリスマスツリーのような木です、木です、木です。枝が分かれております、枝が分かれてます。枝の伸びる法則というのはあるんでしょうか。やはり木は上に伸びるのが好きみたいです。少なくとも中心はまっすぐ伸びるのが好きみたいです。そしてここら辺はもじゃもじゃーって感じですね。はい、見てください、まるで夏の曇り空の、夏の曇り空の日差しのような屋根です。そして木です。そして何ですかね、これは島オシクラ、茶摘み。そしてここに、あそこに何て書いてあるか、まずセイヘローと書いてあります。で、あ、じゃあこんにちは、あそこにセイヘローと書いてあります。こんにちは、では、あ、ハロー。で、そしてここに防犯カメラ作動中と書いております。そしてここに鉄の棒です、太い鉄の棒です。そしてネジがあってこうなっております。鉄の棒です、鉄の棒でこのようになっております。はい、お世話になったんで広告をお取りしましょう。寄付ベンチ募集と書いてあります。世田谷公園ベンチを募集しております。北が世田谷公園ベンチくださいって言ってます。一体どれくらい欲しいんでしょう。あと3個ぐらいですかね。あと100個あったら皆さん座り放題ですね。そしてつなぎ目です。そしてこのように屋根です、涼しげです。
これは何ですかね。まるでまるでムーンですね。このムーンもですね、ここにお子様とかが楽しく遊んでらっしゃると輝くって感じですね。お子様によって輝く公園です。 S、 この次何でしょう。じゃじゃん、クイズです。 S の次は何でしょう。じゃじゃんって A です。次は何でしょう。 Y です。次は何でしょう。じゃじゃん、じゃじゃん、エッチな人は考えつきます。 H です。次じゃじゃん、何でしょう。いや、これは何も言わないことにしておきます。 E です。次は何でしょう。じゃじゃん、 L です。じゃじゃん、 L です。じゃじゃん、神です。じゃじゃん、ゼロは神です。ということで、セイヘローってことで、こんにちは、ハローってことで、ボンジューってことで、ナマステってことで、あと何ですかね、シェシェじゃなくて、なんだっけな、ニーハオですね。見てください、地面です。地面です。地面です。で、地面の隣に地面です。この地面違いを見ようって感じです。あ、これはコートです。地面違いを見ようって感じです。そしてこれは何ですかね。これは虫じゃありません。お気をつけください。これは虫じゃありません。ご安心ください。これは何ですかね。虫じゃありません。虫じゃありませんよ。皆さん、これをですね、踏んじゃダメです。絶対に踏んではダメです。こういうものをですね、踏まないようにお気をつけください。私は今スマホ撮影中なんで歩きません。世田谷公園はスマホ歩きしちゃいけないそうです。なので私は立ち止まって